ソガインターチェンジは千葉県千葉市中央区にある京陽道路のインターチェンジである。かつては鹿島、東金、篠崎、湾岸市川方面への出入り口のみであったが、2007年5月30日に市原、木更津方面出入り口が共用開始され、フルインターチェンジとなった。東 IC は正式には京陽道路単独の IC となっており、 立山自動車道との正式な境界は東 IC から市原インターチェンジの途中にある千葉南 JGT であるが、そこにはランプが整備されていないため、東 IC が実質的な形容道路の終点を呼び、立山自動車道の起点となっている。なお現在市原、木更津方面出入口となっているあたりは、立山自動車道が開通するまで千葉南本線料金所が設置されており、 ここから直接小市場交差点に接続していた。1995年に、立山自動車道が開通した折に、立山自動車道接続部小市場交差点が、有料道路区間から切り離され、国道16号千葉バイパスに編入された。しかし当時は、国道16号千葉バイパスが全線強用されて、おらず、蘇我インターチェンジが容量不足になることが予想されたため、 このバイパスが開通した2001年まで、千葉南本線料金賞を縮小する形で千葉、南仮出口が存在した。なお、東インターより、立山道方面に進むと、次は、市原インターチェンジ 10km 線という千葉、南仮出口が廃止されたことに伴い設置された、標識が存在する。宿徳大学、ありがとうございます。